皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっと待って時間が多分ね、これ押した瞬間になんか録音が始まるかも。あとで切るんで。オッケーです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今回はあのコレクさんとね、一緒にちょっと待っているという待ちの状況なんです。川口フレンディアの前でね。はい、ちょっと待ってます。動画です。皆さんこんにちは、レジスターです。現在2022年の1月30日の12時でございます。現在ね、この建物の中、川口フレンディアっていうところでね、ケモケット、新春ケモケットが行われています。で、今その様子をね、外から撮っている状態でございます。で、ここの、ここどこかと言いますと、川口駅の周辺の様子ですね。いろいろなね、建物が並んでますけども、川口駅ということで JR ですね。で、周辺を見るとね、ちょっと獣っぽい人がいたりしましたよ。で、こちら、まぁ、ちょっと遠くから撮った様子でございます。この、フレンディアというところの、ね、建物に獣がたくさんいるという状態でございます。で、ここなんか面白いのが、ライオンの像があったっていうので、ちょうどなんかケモケット会場をライオンが見てるみたいな感じでね、あーなんかケモケット歓迎されてるなーっていう雰囲気がしました。ということでね、まあちょっとこの動画出すの遅くなったんですけど、もう2ヶ月ぐらい経ってるんですよね。で、でもこれなんで今出してるかっていうと、2022年の4月30日に、東京の TRC っていうところのね、場所で、ケモケット11が行われるということで、まあそれをに先駆けてというか、まあそれを見据えてね、なんかちょっと昔の動画引っ張り出して、出してるって感じなんですけども、ということで、またちょっと僕もね、次回の11のケモケット、4月30日のやつも、行くんじゃないかなというふうに今のところ思ってるので、まあそんな感じで皆さんにご報告含めて、ケモケット会場とはどんな感じかっていうのもね、前回のケモケを踏まえて皆さんに紹介してみたという動画でございました。それでは皆さん、バイバーイ。